この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、絵に影をつけるのって得意ですか？絵に影をつけると一気に見栄えがしますし、何よりも絵に立体感が生まれて豪華に見えますよね。ただ影付けって特に初心者にとってはちょっと難しい感じがしちゃうのも事実だと思うんです。それに実際ですね、皆さんからの質問で影付け苦手、やり方教えてっていうリクエストかなり多いんです。そこで今回はブブー、こんな影はダメということで、影の付け方について、どんな影の付け方がダメなのか、そして逆にじゃあどうすればいい感じの影付けができるのか、影付けのテクニックや考え方についてお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、今までどう影をつけたらいいのかわからなかったという人も、ああそうやればいい感じの影付けができるのね、なんていう風にあなたの絵の魅力をググッとアップできる影の付け方を知っていただけると思います。今回はこちらのイラストを使用します。この絵はですね、僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードできます。着彩したデータは商用利用を除いては SNS に自由にアップロードして大丈夫です。なのでガンガン練習に使ってくださいね。ダウンロードの URL は概要欄からチェックしてみてください。それでは早速行ってみましょう。最初から細かい影をつけるのはダメ。まずはじめに影の付け方についてお話ししていくんですが、影の付け方は基本的にはイラストの上に影をつけるための定山レイヤーを作って、そこに影を乗せていきます。縫い分けした色に対して直接影を塗っていくやり方もあるんですが、今回はこのやり方で解説していきますね。で、最初にお伝えしたいのはですね、こういう影がついていない状態の絵に影を乗せてくださいって言われた時に、ついついこんな風に、あ、ここは影がつきそうだな、あ、ここも影がつきそうだな、あとここも、ここも、あ、ここもかな、なんて感じで細かく細かく影を乗せていっちゃってませんか？これはですね、ブブー、これだとちょっと見栄えがしにくい影のつけ方になっちゃうんですよ。ではどんな風に影をつけていけば見栄えがするようになるのか、それはですね、こんな感じです。大きな影を意識する。はい、先ほどのように細かい影をつけていくのではなくてですね、もうこんな風にここは全部影の面、ここも全部影の面、そしてここも全部影の面ってね、こんな風にまずはすごく大雑把に、そして大きく影をつけていくのが重要です。それと影をつけていくときに、光がこっちから当たっているから影はこうつけなきゃいけない、それが正確に分かっていないと影は描けないなんて思っている人もたまにいるんですが、これはですね、難しく考えなくて全然大丈夫です。そんな風に固く考えなくても OK。 まあ、ある程度頭の上から光が当たったら顎の下には影が落ちるよねっていうぐらいの知識は必要ですけど、その後はもうあなたの好みで大丈夫。リアルに考えたらここには影が落ちるはずだけど、ここに影をつけたら可愛くなくなるな、じゃあつけないなんて判断をしても大丈夫です。正確でリアルじゃなくて OK ですので、まずは小さな影ではなく大きな影を大雑把に描いていく。そして大きな影がつけ終わった後で、あ、ここにも小さな影ができるかも、ここにもちょっと影が落ちるかもな、あ、ここもだって感じで小さな影を後からつけていくと、特に立体感を感じやすい影のつけ方にすることができるんです。これはなぜなのかというと、この図を見てください。影付けは基本的にこの2つの影、物自体に光が当たって影になる部分、シェードと、光が当たったものが地面に落とす影、シャドウ、この二つを描いていく作業です。この図の岩は、今は大きな影がついているので立体的に見えますが、例えばこうしちゃうとどうでしょう。大きな影から表面の凹凸を捉えた細かい影付けに変更してみたのですが、これだと先ほどに比べていまいち立体感を感じづらくなりましたよね。そうなんです。こんな風に細かい影をつけていくやり方は、表面の小さな凹凸を表すだけで立体を表現するのには効果的な影付けにはなっていません。それが見栄えがしない原因の一つになっていたんですね。それと大きな影付けを行う際にもう一つ意識しておいた方がいい概念があります。それが奥行きを表す影ですね。
このように奥にもう一個岩がある場合、この奥側の岩をすべて暗くしてしまう。もしくは逆に手前側の岩を暗くしてしまう。こうすることによって手前と奥とを簡単に描き分けることができ、奥行きを絵にプラスすることができちゃうんです。これはね、非常に大事なことなので、ぜひ覚えておいてくださいね。なので今言ったような奥行きの概念をこの絵にプラスするとですね、例えばこんな感じで、顔はなるべく明るく見せたいので手前に来ているこの手、これを思い切って暗くしてしまう。そうすることによって手前と奥との距離感をググッと出すことができ、奥行きを感じさせる絵作りができちゃうんですね。これだけ覚えただけでもめちゃくちゃ効果すごいでしょ。あとは細かいテクニックとして、例えばこんな風に影と光の輪郭をぼやかすと滑らかな立体表現ができます。輪郭をぼやかすと柔らかな印象になりますし、逆にぼやかさずにキャッチーな絵柄にすることができますね。こんな風に所々ぼやかすなんていう手法もありです。まあ、今回は分かりやすいように最初のままのぼやかさずにパッキリとした影付けで進めていきます。あ、それと一点注意なんですが、シャドウ、落ち影ですね、これに関してこういう失敗をよく見るんですが、このシャドウをはっきりと描きすぎると影だけが悪目立ちしてしまったり、あとは距離感がおかしくなってしまう場合がありますので、もしシャドウを入れたいという場合には、影の色の濃さ、それと多くの場合シャドウの輪郭はいくらかぼやかした方が自然になるということだけ覚えておいてください。影色を意識しないのはダメ。はい、最初に影の形についてお話ししてきましたが、これだけでは不十分です。特にですね、影付けが苦手な人は影付けを立体感を表すための手段とだけ思っている傾向があります。え、影って立体感を表すために描くんでしょ、え、違うのって思うかもしれませんが、それはですね、まだ半分なんですよ。じゃあもう半分は何なのか、それは演出です。影付けはですね、立体感を表現することも含めて、絵をどう見てほしいのか、あなたの制作意図を演出するための道具だと思ってほしいんです。で、それがどこに現れるのかというと、影色ですね。例えば先に見栄えがしにくい悪い例を一つ紹介すると、影色をこんな風に無彩色、色が入っていない完全なグレーでつけること、これはブブー、見栄えがしない場合が多いんですね。これはなぜかというと、影が無彩色ということは今言った演出が考えられていないことが多いからです。影色の選び方、まあね、いきなり演出って言われても、は？何それ？難しそうって思うかもしれません。でもね、大丈夫、結構簡単なことです。例えばいくつか演出の例を紹介しますね。例えばですね、今全体の影の色、実はこんな感じで赤茶色に近いグレーで塗ってるんですが、これをもうちょっと赤みを強くしていってみましょう。そうすると、はい、どうでしょう、なんとなくほわわーんと温かい印象とか柔らかい感じになったと思いませんか。それとは逆に、今度はちょっと全体を青みがかった色にしてみましょう。そうすると、はい、どうでしょう、今度は少し冷たい印象だったり、あるいは爽やかな印象に変化したのがお分かりいただけたと思います。このように影色を変えただけで、全体の雰囲気をガラッと変えることができます。これこそが影色による演出効果なんです。で、今簡単に全体の色味を変えたんですが、部分部分によって影の色味を変化させることで、その演出のいいとこ取りをすることができちゃいます。その一例を紹介すると、例えば全体の影は最初につけていったようにグレーがかった赤色にして、でもこれだけだとちょっとキャラクターの温かみが足りないなーなんて思ったら、肌の影ですね、この肌の影だけを選択してあげて、色相とサイドのスライダーを使って影の赤みを強くしてあげる。こうすることによってキャラクターの体温をさらに感じられる生き生きとした演出を加えることができます。そしてさらにここに爽やかさの演出を追加したい場合にはですね、特に白い布地の部分の影ですね、ここを青や緑色の寒色系に振ってあげましょう。そうするとほら、なんかこう洗いざらしの布のような石鹸のいい香りのする感じになったでしょ。これ例えばこんな風に暖色系に振るとですね、今度はお日様の匂い、石鹸とか香水とかそういう感じではなく、自然な感じを演出することもできちゃいます。
まあこれはそのキャラクターの設定やあとはその時の気分なんかにもよると思いますので、その時々で変えていって大丈夫ですね。あ、それとですね、最初無彩色グレーの影は演出が考えられていないことが多いのでダメなことが多いとお伝えしましたが、もう一点グレーの影が良くない理由として、グレーの影ってですね、清潔感とは真逆の不潔感を強調するような、ちょっと言葉を選ばずに率直に言うと臭そうに見えちゃうんですよ。なんですが、実はこれは狙いがあれば全然ダメというわけではありません。例えばグレーの影が良い効果を発揮しているすごい例として、弾丸論破の絵があると思うんです。皆さん弾丸論破の絵覚えてますでしょうか？覚えていない人はぜひググってみてほしいんですが、かなりね無彩色に近いグレーの色を使って影を描いているのがお分かりいただけると思います。これね、見た瞬間ちょっと直感的にわっ臭そうって思っちゃうんですが、でもなんか気になる。最初はちょっと印象が強い絵だなって思いつつも、慣れてきたらもうこの絵じゃないと我慢できない、そんな風に中毒性がある絵だと思いませんか？そうなんです。弾丸論破の絵はですね、実はかなり意図的にグレーの影を使ってすごく気になる絵作り、そうですね、言うなればいい意味で臭そうなキャラクターを描くことに成功している例だと思います。こんな風に無彩色のマイナス面をうまく利用した絵作りというのも実は可能です。ぜひ自由に影色を変えてみて、あなたのキャラクターを素敵に演出してみてくださいね。影付けは演出だ。統一感がないのはダメ。次に紹介するポイントなんですが、現段階のこちらのイラスト、この状態ではブブー、影としてはダメダメです。あ、いやちょっとね、ダメダメは言い過ぎました。もちろんこの状態でも目的と使用用途によっては十分ありなんですが、さっきやった影ごとの色相変更、これによって影付けをしたキャラクター全体がなんかちょっとバラバラな感じになっちゃって、まとまりのない状態になってしまう場合があります。特に自然背景の中にいるイラストの場合なんかはですね、このままだとちょっと背景から浮いてしまう場合が多いんですね。なのでここに一手間を加えて、もうちょっと影に統一感が欲しいんですね。統一感を持たせる。そこでこの問題を簡単に解決する方法が1.5 影という考え方です。 1.5 影というのは僕が名付けた影の名称なんですが、こんな風に最初につけた1影の上にもう1枚レイヤーを重ねて、1影とちょっとだけずらしてうっすらと影をつけていくっていう影のつけ方です。 1.5 影をつけたことによって影と光の境目が2段階になりますから、これでアニメ塗りでも少しだけグラデーション効果というか光の揺らぎを表現できるという役割と、もう一つこれが今回紹介する大事なポイント、絵全体に統一感を持たせることができちゃいます。今回はさっき描いた1影の上に紫っぽい色の 1.5 影を乗せていっております。この影は基本的には一色で塗ります。先ほどのように肌色は少し赤色、布地は青色みたいに部分部分によって変えません。あくまで全体を一色で塗っていく。これによってですね、絵全体で見た時の統一感がプラスされるんです。ほら、どうです？ 1.5 影を抜いた状態の絵と 1.5 影を足した状態の絵、見比べてみてください。シンプルにキャッチーな元絵のパワーにプラスして、紫の影を全体に追加したことによってイラストがまとまった感じになったことがお分かりいただけるのではないでしょうか。あ、もちろんね、この 1.5 影の色は基本一色ですが、影色自体を変えることでも印象がガラッと変わります。僕がおすすめするのは光の色と真逆の色、補色に近い色にすると絵が映えやすくなりますね。例えばこのイラストで言うと、光の色を黄色っぽい色と想定していますから、黄色の補色、紫を 1.5 影にしています。こうするとより立体感が強調されてインパクトが強い絵作りができると思います。影が単調でダメ。はい、大きな影付けを意識して立体感を出しました。さらに影の色を意識して演出効果を持たせました。そして極めつけ、 1.5 影によって統一感を持たせて、いやーもうこれ完璧じゃねって思ったあなた、ブブー、焦らないでください。このままだとまだちょっとだけ影が単調に感じてしまう場合があるんですね。特に等身が高いイラストの場合にはその傾向が強いです。なぜかというと、今まで追加してきた影と
というのはどういう影かというと、立体感を表現するための影なんですが、これだけだと情報量が足りずに、なんか単調だなってね、感じてしまう場合があります。なのでそんな時にはどうすればいいのか、影が単調になる原因とその解決法をお伝えしていきたいと思います。質感を表現するための影、影が単調になってしまう原因の一つが質感がないということです。まあ、質感って言われるとね、ちょっと難しいかもしれませんが、要するに先ほどつけた一影では拾えないような薄い凹凸の影ですね。このうっすらした凹凸をここにさらに加えていくことによって絵をリッチに見せることができちゃいます。やり方は簡単。今までと同様に定山レイヤーを一つ追加して、ここにうっすらすごく白に近い色で手のひらの細やかな陰影、布のシワや凹凸を表す陰影、髪の毛のツヤや流れを強調するようなふわっとした陰影、これを追加していきます。ポイントとしては決して強い影を入れないということです。先ほど入れた一影と光の面とのコントラスト、この関係を崩さない程度に色の濃さを調整して、あくまでうっすらと陰影をつけていく。そうするとほら、見比べるとわかると思うんですが、このように微妙な起伏がわかるようになり、絵全体の情報量がググッと増します。これによって影の単調さを取り払うことができちゃうんですね。視線誘導のための影で、さらにさらにもう一個ポイントがあります。今やった処理だけでも十分なんですが、最後にダメ押しの一手、視線誘導のための影を追加することで、さらに絵のクオリティをアップさせることができます。やり方は超簡単。さらにもう一枚定山レイヤーを追加したら、このように顔から遠い部分に向かって少しだけ暗い影をボケ足の強いブラシでグラデーションをかけて入れていってください。優しくです。はい、どうでしょう。かなりうっすらと影をつけたんですが、効果は一目瞭然です。ほら、影のある状態とない状態見比べてみてくださいね。全然違うでしょ。顔周りの明るさと顔から遠い部分の明るさがまるで違う明るさになりますから、自然と目線が顔の方に誘導される感じがすると思います。これが最後の仕上げ、視線誘導のための影です。今回紹介した影のつけ方、全て取り入れるとかなり細やかな調整になるので、もしかしたらちょっと面倒に感じてしまうかもしれません。ですが効果は今見ていただいた通り抜群ですので、ぜひ今紹介した影の付け方、少しずつでもいいですので、ご自分の絵に取り入れてみていただけると嬉しいです。今回は影の付け方を丁寧に、その意味まで含めてお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。今回紹介した影の付け方、これを踏まえてこちらの動画、完全版見栄えアップ色塗り講座、こちらを見ていただくことで、さらに着彩のテクニック、全体の技術を引き上げていただけると思います。それと今回紹介した例はあくまで練習としての例ですので、そうは言っても実践ではどんな感じで陰影をつけていってるのかなっていうね、かなり目の肥えた方もいると思うんですね。そんな方にはこちらの動画、完全公開イラストメイキング、こちらはより実践形式に近い形で、僕がイラストを描いていく姿を一から追っていきつつ、全ての工程に対して解説を加えた動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。